なんだ、私の家で私が寝てたらまずいのか。やあ、正月休み以来だな、死なない天使だ。今回は登録者さん3000人突破記念、何かとカコつけてまた単発でお届けさせてもらおうかなと。いやあ、気がつけばもうすぐで4年、これからも新しい技術を模索しながら細々と続けていきたいね。というわけでまずはお便りのコーナー、たくさんの応募の中から一通紹介させてもらうよ。ペンネーム、食卓の鬼神さんからのお便り。食卓の鬼神ってなんだよ。クソゲーをやってください。やってられるか、私は帰らせてもらうぞ。ここ自分家だけどな。うるさーい。なんだこのゲーム、起動しただけで爆音が鳴ったぞ。そしてこの、AVI ユーテルで簡単に作れそうなクレジット。というわけで流行るクソゲー体験機に選ばれたのはテロルンカ開発発売のナッシュレーシング。すごいな、ほぼ不良なんて目に見えてる地雷もいいとこだろ。ただまああくまで世間の論調に流されたレビューは避けるように心がけるよ。面白いものは面白いとはっきり言うし、もしかしたら名作かもしれない。というかすかな期待はこの後叩きのめされることになるわけだけどな。ふむ、これがホームか、タイトル画面的なものはないんだな。とりあえず車をチェックしよう、初見プレイ時一番の楽しみはこれだよ。あれ？触ったら色が変わっちゃったんだけど。まあ。いや。お、S2000に Z33 か。これ一体どんな基準で選出されてる？なんだこの車は。エアロが完全に脱落してやがる。多分ベントレーだったと思うけど。まあなんだ、ベントレーは使えないとしても、他に魅力的な車もあるじゃないか。エアロに関しては結構変えられるみたいだ。オリジナルのモデルなのかは。ちょっと判断しかねるがな。それにしても塗装がパーツごとって。一括で濡れないとか悪ふざけが過ぎるよ。ちなみに音楽が一切ないけどもともとだよ。私は別になくても大丈夫派なんだけど。結局こんな感じに、途中で飽きたのはここだけの話。UI で隠れているけれど、一応右下の目のアイコンを押せばプレビューは見れる。ロード中に毎回映るこのセリカ、カメラワークも適当に見えるんだけど。乗れない車種が飾るってのもいかがなものなんだろう。よし、とりあえずテストランと行こうか。操作関係は結構普通のレースゲーと一緒、ステアリング感度も案外まともなんじゃないかなと思うよ。視点は結構な種類があるみたいだな。全部後方三人称だけど。さてと、まっすぐ走ったところで左右に振り回してみよう。さっきも言った通りステア感度は普通、初見でも特に戸惑わなかったね。そして私は反射が突然変化した瞬間を見逃さなかったぞ。ドリフトは意外とできちゃう、滑ってまともに走れないってレビュー枠に書いてる人がいたけど、スライドを味方にすればむしろ走りやすいくらい、少なくともレイラグよりずっとマシな気がする。でもトラコンが強いのか永遠に滑らせるってのは厳しいかな。あくまで脱出方向に向ける走りが基本だと思う。この辺がもう少し煮詰まってればいくらか遊べるドリフトゲーって感じになると思うのにな。一応セッティング項目はあるからいじれば変わる気もする。メーターとかも表示変えられるんじゃないかな。そこまでして遊びたいとは思わないけどね。設定項目に目を通したところでホーム画面に帰還すると。なぜか車が元に戻るよ。エアロも色も全部。はぁ、パーツ確認がてら S2000 をチューニング。どうせ元に戻るから適当。エアロラインナップは結構好きなんだよな。走るのがダメならせめて改造を楽しめればよかったのに。車も変えて今度はレースを選んでみようか。挙動も把握できたしね。スタート直前に周回数の選択が可能。この辺は特に文句ないかな。スタートのシグナルがずれてるね。まあこれくらいなら気にしないよ。それにしても無機質なコースだな。それになんで路面がタイル張りなんだよ。サーキットというか広場って感じの道路幅、協定の高。ちょっと待った私何にもしてないぞ。バナナの皮でも踏んだみたいにスピンしてるんだけど。どうなってんのこれ。前を走るポルシェもスピン、突然雨が降ってきたレースのような地獄絵図。トラコンは乗ってるけど ABS は乗ってない印象。コーナーはアンダーかオーバーかの2択しかないね。だから走りとしては。減速してとにかくオーバー挙動に持っていく。アクセル音で即アンダー、ケツ侵入するくらいの勢いで巻き込むとちょうどいいね。そしてゴールしたんだけど。リザルトが出るだけで操作を受け付けるよ。それもメニューから終了するまで永遠と。そして驚くべきことにその間も周回数はカウントされていく。一周と設定した意味ってあるのかな。もういいよね。続いて市街地を抜けるコース、周回数はまた一周に設定するよ。とりあえずまた倍速、バグ以外特に面白みの感じるポイントはなかった気がするよ。1コーナーで飛んでいくのはどこでも変わらないみたい。AI が制御できてないんだろうな。ただレビューで書かれているほど挙動は崩壊していないと思う。ブレーキングでちょっとアンダーが強いけど。そしてゴール後にカウントされるのも仕様なんだろうね。
レースモード以外にタイムトライアルモードが存在する。突然放り出されるとカウントダウンが始まって、時間内にゴールにたどり着けないとゲームオーバー。ただそれだけ。時間設定は結構シビア、楽しめるかも結構シビアなところ。ちなみにコースによってはレースすることもままならない。コース外に吹き飛ぶことは日常茶飯事。そして何より、コース外に飛んだ状態で別の場所に移動するとあらぬ方向にリスポーンするよ。当然ながら位置が補正されることなんてない。もう呆れることを通り越して笑えてきちゃったよ。さらに位置が悪いと移動先もステージ外に湧くことも、この辺で本来の遊び方は諦め始める。ステージアウト以外にもハマる要素はそこら中に転がってる。もう飽きてきたから終わるかな。あとステージアウト以外にもハマる要素はそこら中に、一発の笑いに100円払える人にはいいかもな。はぁ、まだまだおかしいポイントはたくさんあったんだけどな。さすがに飽きたよ。もしかしたら神ゲー説も期待したんだけど。なんなんだよこれって感じだよもう。とりあえず私にこのゲームを勧めたやつに一言。後で覚えておけよ。というわけで少しぐだってしまいましたが、4周年記念ということでとりあえず1本公開させていただいたよ。4周年に気がついたのが当日の早朝、公開し忘れて流れていたものを有用するのは正直どうなのかとも悩んだが、さすがに1日じゃ何も用意できないししゃあないと割り切ろう。偶然だけど残っててよかった。まあそんな感じで5周年目指してのんびりとやっていければというのが目標かな。5年目はハイウェイストーリーズ、歴史遺産的レースカーをメインに進めていこうと思っているよ。ただ失踪とは常に隣り合わせ、更新止まったら察してくれ。さてと、こんな感じかな。徐々に新参を名乗れなくなりつつあるこのチャンネルを、今後ともよろしく。